皆さんこんにちは、マテルゲルビジです。では今回は、ギルネボーアークシューズの脅威 V、英語、ブレックス編続きをプレイしていきたいと思います。前回は太平洋、ハワイ、そしてオーストラリア、トリントン基地の攻略を行いました。最後には、ブレックス順将に対して、ダカール会議への、ね、出席どうしますかっていう、クエスチョンがあったと思うんですが、それはノーを選択してあります。なので、ダカール会議には出席しない。つまり、史実で暗殺された、そのダカール会議には行かないっていうね、if のシナリオをこれからプレイしていくことになるのかなと思っています。では、早速、続きをプレイしていきたいと思いますが、今回は、北京と、マドラス、この二つを攻略目標として舞台を進めていきましょう。開発状況なんですけども、ご覧のような状況ですね。もうちょっと資金を多く、技術開発に、投入していきたいかなと思っていますので、しっかり節約も行っていきます。モビルスーツですが、ハワイでジム2を量産して、これで、ユーラシア大陸へと送り込んでいきましょう。では時間を進めていきます。報告します。連邦議会においてジャミトフの提出した法案が可決されました。これによりティターンズの戦力が増大しています。連邦軍すべてが敵に、ここはブレックスがダカール会議に出席するかしないかに関わらず、展開としてはあまり英語側に有利にはならなかったですね。情報部よりヒターンズの軍事作戦に関する情報がもたらされました。ヒターンズは宇宙艦隊を編成し、大規模な軍事作戦を計画しているとのことです。ヒターンズの宇宙での作戦行動を察知来てますね。宇宙はあんまり戦力を増強していなかったので、ここからは宇宙もしっかり、ジム2あたりを量産していく必要がありそうですね。そしてゼータプラス、これは地上戦専用の、ゼータみたいなものですよね。これの開発が来てます。今後地上で大規模な戦いは予定してませんが、せっかくなんでこれは開発しましょう。緊急事態です。ティターンズ艦隊が月軌道上に侵入してきました。グラナダ・フォン・ブラウンに攻めてくれってことかな。アーガマにはグラナダ防衛に当たってもらうべきではないでしょうか。そうですね、アーガマ隊は存続させているので、ここはグラナダ防衛に参加してもらいましょう。了解しました。アーガマに命令を通達します。報告します。グラナダにはあんまり戦力を置いてなくて、フォン・ブラウンにはそれなりの戦力を置いてあるので、お隣さんのグラナダにフォン・ブラウンから戦力を送りましょう。それでね、ちょっとしのぎたいと思います。ではグラナダ防衛のためにフォン・ブラウンから部隊を送っていきます。ここはですね、リック・ディアスとジム・スナイパー2、これが中心の編成、合計13ユニットですね。戦力的にはちょっと不安がありますが、これしか投入する戦力がないので、これをしっかり投入しておきます。地上の方ですけども、ヘンケン艦長が、憧れの地上に降り立っている状態ですね。ガルダ級。色的にはこれアウドムラと同じ色ですかね。ヘンケンは、劇中だと地上に降り立っている描写はなかったかなと思うので、念願叶ってっていう感じでしょうか。このままガルダを使って北米の制圧を中心に、ヘンケンさんには頑張ってもらいたいと思います。では、ここで満を持して、北京攻略作戦発動です。我々はこれより、北京攻略作戦を発動する。目標は、東アジア北京基地である。諸君らの健闘に期待する。では、北京です。戦力としては7だけですね。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。敵は、これを見る限り旧式機ばかりなので、少ないアーガマーでもなんとかなりそうですね。これで攻略していきます。特に作戦らしい作戦も不要かなと思うので、北京の中心部へ突入していきましょう。ちょうどね、今、年末調整の時期、皆さんも来てると思うんですけど、毎回煩雑ですよね、年末調整で。ただ、僕の場合だと、住宅ローン減税とかもあるので、しっかり対応してるんですけど、
ちょっと気になってるのが生命保険とかね、そろそろ、まあ、結婚した時に入ったものをそのまま使っているっていう状態なので、まあ、見直しをしてもいい頃なのかな、なんてちょっと思ってるんですけどね。あ、ゲーツキャバがいるな。ギャプラに乗ってる。これは早めに撃破しておきたいので、全力でこの、ギャプランの迎撃に向かいましょう。さあ、ロベルト100式回取ってますが、ゲーツキャバ、撃墜できるか。なんか大丈夫そうですね。ゲーツキャバ落とせました。じゃあこの調子で残りの部隊も撃破していきましょう。まあ唯一の強敵だったんじゃないかなと思います。最後はロベルトが旧式のデザートジム、これを撃破して北京の攻略完了です。1ターンで攻略できたのは大きいですね。このままインドマドラスまで向かいましょう。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。うん、ティターンズ軍グラナダに21か。多いな。思ったより断然多いですね。これは苦労しそうだな。退けられるのかな。緊急事態です。ティターンズがグラナダにコロニー落としを実行しています。相当な戦力だな。ティターンズはグラナダを滅ぼすつもりか。報告します。アーガマのエマシーンの活躍によりコロニーの落下軌道を変えることに成功しました。よくやってくれた。エマシーンには感謝すると伝えてくれ。ブレックス君、グラナダ市民を代表しお礼を言わせてもらいたい。よくコロニーを阻止してくれた。戦闘を再開します。ただ敵の部隊数21は多いな。旧式の、まあ、旧式とも言えないですね。ハイザック、それとこれアレキサンドリアですかね。それにバーザムもいるので、ちょっと既存戦力だけでどうにかなるか不安が大いにありますね。こちらはリックディアスが主体で、加えてですねジムスナイパー2、これらをまあ配備してある状況なので、まあ、間接攻撃と、まあ、白衛戦というかね近接攻撃、これうまく組み合わせながら敵を、ね、少しずつ削って増援も送った方が良さそうですね。フォンブラウンで生産ができないのがちょっと痛いですね。こうなってくるとね。報告します。アーガマがコロニー落とし作戦の指揮官ジャマイカンダニンガンの部隊と交戦し、これを撃破しました。なおこの戦闘でジャマイカンを葬り去ったようですね。北京の制圧、実際にグラナダに出てきていたアレキサンドリアにジャマイカンが乗ってたんですかね。だとしたらアレキサンドリア沈めておいてほしいな。マドラス攻略作戦を提案します。一方で、地上ではマドラスの攻略作戦ね、これが発動できるようになってますので、まあ、即座に発動していきましょう。配属先をご検討ください。お、新松永、ククルス・ドアン、この2名がエウゴに参加か。大きいですね、これはね。では早速マドラス基地攻略作戦先に発動しておきます。この後はグラナダの防衛とマドラスの攻略戦、これ同時に行っていきましょう。アーガマより報告です。ヒターンズがサイド2に対し G3 ガスの注入を行っていました。アーガマのモビルスーツ、グラナダの防衛戦展開中ですけど、イベントはどんどん進んでいきますね。ティターンズが同様の作戦を行ってくる可能性があります。ご注意ください。まずはグラナダの防衛、開発部マドラスの攻略、これ優先して行っていきましょう。開発部のではマドラス基地ですが、最後ユードゼータガンダムで敵を撃破して制圧完了としたいと思います。まあ、ここも少数ではありましたけども、ゼータガンダム投入したことによってあっさりマドラス取れましたね。この後はグラナダの防衛をしっかり行っていきましょう。アーガマより緊急連絡です。アーガマに所属していたレコアロンドが戦闘中に、レコアさんがティターンズに寝返ってしまったかもしれませんね。これはね、戦死したことは確実であると思われます。カラバのハヤト小林より通信が入っています。回線を回します。
我々が入手した情報によると、ティターンズは宇宙に戦力を集中させたことでキリマンジャロの戦力が低下しているようです。このキリマンジャロ攻略ではアムロがディジェンって言ってましたよね。カラバからの情報をもとにキリマンジャロ騎士に対する攻略作戦を検討しました。ではこの後はキリマンジャロに向かいましょう。グラナドの防衛戦まだ頑張ってるんですけど、アレキサンドリア健在、ここにはジャマイカンは乗ってませんでしたね。もうすでに死亡しているはずですね。グラナダの防衛戦苦戦しましたが完了してます。我が軍の勝利です。我が社は、はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回はですねキリマンジャロの攻略を行っていきたいと思います。まあ、地上もご覧のようにすでに大半がウーゴの勢力圏内に入ってますので、まあ、順調に進んでいるかなと思います。